かつて、南ンクリエイターファクトリーがあった南ンパークス。南ンクリエイターファクトリーは、南海電気鉄道と、吉本工業が共同で設立したクリエイターの養成塾。2000年4月に、大阪府大阪市の南ンで講義を開始。学長は、吉本工業の竹中伊佐夫。NC 会解説は、大阪球場跡地の開発に着手する南海電鉄に、吉本が持ちかけたもので。 劇場や多目的ホールを運営するナンバ文化工房を開設、そこで活動する人材を NCF で育成する構想であった。オフィスビルを建て、テナントを募るという従来型の開発には限界があるとの判断によるもので新施設の核として位置づけられていた。ビジュアルデザイン、ライター、映像、イベントプロデュースの4つのコースが設けられた。コモンには、 宝塚造形芸術大学教授の大村光一、部門長には映画監督の井筒和幸、デザイナーの板倉忠則らを迎えた。特に映画コースには力を注いでいて、講師の井筒は受講生を映画界に送り込むなど、パイプライン役もこなした。受講生の中には、現在、映画プロデューサー、監督、助監督、制作として、現場で活躍する者もいる。2001年には、 再開発事業第一期の中核テナントとなる予定であった湯沢や障子が出展を撤回、NCF を中心とした文化事業への期待が高まった。2003年にはナンバパークスに移転、このナンバパークスという名称も NCF の講師と受講生が考えた名称で、ロゴの作成にも受講生が加わった。ナンバパークスの開発には街と共に成長する人々を育成するという、 コンセプトがあり、この理念を実現する試みの一つとして、ナンバクリエイターファクトリーは位置づけられていた。2005年には、吉本の現場から講師を招いたエンタテインメントビジネスコースやファッションビジネスを対象とした広報プレス入門コースなど、クリエイターの成果をビジネスにつなげる技術を育成するコースも設けた。しかし、受講生の減少などから2006年に閉鎖した。 ビジネス創生2000年代、転換点の都市開発変わる都市の顔ナンバ関空の玄関口南に未来、日経産業新聞2000年2月4日付19面、伊藤義明、難航する大型開発4ナンバ地区ソフト作り先手、狙う、テナント誘致予断許さず、日本経済新聞2000年7月13日付、地方経済面、 朝日新聞1999年10月21日付、大阪本社長官13面、新生、関西文化から南に新風集まれ若い才能。吉本と連携、集客の目育成。日本経済新聞1999年11月19日付長官2部3面、三景新聞平成13年12月19日付、大阪本社有刊1面、 読売新聞2003年1月1日付、大阪本社長官7部3面、南発 NCF、ナンバを格好良くしたい、産経新聞平成15年4月16日付、大阪本社長官7面、新建築2003年12月号、新建築者2003年、102ページ、吉本から講師招き講座、日本経済新聞2005年1月22日方。 経済面、産経新聞平成17年3月18日付、大阪本社長官1面、1 0件、新聞2005年9月14日付2面、ありがとうございます。